どうも、こんにちは、ひょくです。こんにちは、ひょくみだ。本日、2024年1月15日、僕、誕生日です。あ、ごめんなさい、いきなりベッドからのスタートで申し訳ないんですけれども、ですね、ちょっと喉をやられて、もうやだ。なんで誕生日当日に僕はデコっているんだ。昨日、マラソン大会に出場しました。ハーフマラソン大会に出ましたよ。よいしょ。昨日ハーフマラソン大会出場しましてですね、お家に帰ってきて寝て起きたらっていうか、昨日お家に着いた時点でもう足が曲がらなくて、時間が経つにつれてもう膝が一切曲がらなかったんですね。あ、これやべえなと、なんかもう本当に激痛で、で今日起きたらあっちこっちが体中痛すぎて、でプラス鼻づまりと、そして喉ってなんだ、喉がすごいイガイガして乾燥してる感じがするんですよ。すごいもう本当本当に体調悪くて、さっき一応体温を測ったんですね。38度です。ありがとうございました。ということで、誕生日当日寝込んでいるひょくの一日というか、ちょっとお話にお付き合いいただければなと思います。それでは今日もやっていきましょう。レッツゴー。 Kiss for you。ということでですね、まず今日ちょっといろいろお話ししたいことたくさんあるんですけども、本当にだいぶ今マシになりました。多分お薬のおかげかな。ペラクティーと同等の成分のやつを買ってきて、これをちょっと今飲んでます。あとは体調があまりにも優れないからリポディ3本入りのやつで1本飲みました。しかもリポディスーパーですね。膝関節が痛すぎて素人がいきなり21キロ走っちゃダメですね。こういうなんか腰痛神経痛って書いてあるこのお薬を今飲みました。誕生日当日なのに漢字の薬と書いてケーキと読むものをたくさん食べました。実は金曜日かな、会社に行きまして、毎週何曜日かバラバラなんですけど、事務所の方で打ち合わせをしてるんですね。今週の定例会みたいな感じで、なんか定例会いつもよりも30分早く来てくださいって言われて、あれと思ってそれで行ったんですけど、そしたらマネージャーさんたちがですね、僕の誕生日を祝ってくださいました。お誕生日おめでとうございます。すごい、誕生日に。そうだった。あ、すごいメッセージが、ありがとうございます。33歳おめでとうございます。あ、ちょっと P で20、逆にします。私はちょっと寝るの気持ち悪い。生日中華ハンビだ、生日中華ハンビだ、タルトケーキと、あと事務所の各部署の方々がお祝いをしてくださいまして、本当にありがとうございました。嬉しかったですね。で、そのプレゼントが本当に豪華で、ちょっとだけ皆さんにお見せできたらなと思います。まず僕の一番身近なマネージャーたちですね。じゃん、ロエベの香水いただきました。この001を、実は僕サンプルのやつを使ってたんですよ。わ、この香りめっちゃいいなって言って、自分で買おうかな、どうしようかなって、結構前かな、数ヶ月前にマネージャーたちと一緒に韓国に出張行った時に僕がポロッと話したことがあったんですよ。多分それをマネージャーたちが覚えてくれてて、大きいやつを買ってくださいました。ありがとうございます。みんなありがとう。マジでいい香り。ちょっと香りは強めなんですけど、男の僕にはすごいいいなって感じですね。いや、嬉しいな。あー、いい香り。あー、幸せということで、マネージャーたちからロエベの、はい、香水いただいて、あとお花もいただきまして、ちょっとうち花瓶がないので、こうやってガラスのコップに花をね入れて、今ちょっと長生きさせてますそしてですね、まだいっぱいあるんですよ。これはですね、クンジは韓国のコスメ会社って言ったりとか、そことの一緒にお仕事もしていて、要はその、なんて言うんだ、コスメ事業部からプレゼントいただきまして、ありがたいお話ですよね。普段そんなになんかね、本当に挨拶してたまにお話ししてっていう感じなんですけど、でも今回一緒にお仕事することが結構多かったので、こうやっていただきましたね。ディップティックです。で、これね、僕何が嬉しかったかって、これ車用のアロマディフューザーでございます。ありがとうございます。あ、待って、リフィルも入ってんじゃん。うわ、嬉しいそうなんですよ、僕実は BMW っていうね車を買いまして、それをほんと1ヶ月前に納車したんですね。なのでまだ車用に何を乗せようとかいろいろ考えてて何もなかったんですけど、こうやってその僕の情報を掴んで車用のディフューザーを買ってくださって、ありがとう。
しかもディプティック嬉しい。僕ん家実は家に置いているディフューザーもディプティックなんですよ。ちょっと待ってね。こういう風に僕実は家に置いているディフューザーもディプティックなんですね。それぐらい僕ディプティックの香りも結構好きでしょっちゅう使ってるんですけど、車用もディプティックになっちゃう嬉しい。オープン。わーかっこいい。さすがおしゃれやな。どうやって使うんだろう。いやこのうわー、あもうすでにいい香りするんですけど、あこれあれか、エアコンに差し込むタイプだ。きっとそうだ。じゃん。うわーかっこいいですね。これエアコンのところに差し込むタイプですね。かっこいい。すげー。これで中がツーツーになるってことは、この中に何か入れんのかな、この香りのやつを。これだよねきっと。開けて、あリフィルっていうか、これがそうだよってことか。そういうことか。なんか2個あるのかと思ったこれは要はケースですね。こっちはケースで、これがディフューザー本体ですね。じゃあ今開けるのはちょっともったいないな。車に乗るときに開けよう。でももうすでに鼻はめちゃくちゃ詰まってて風邪ひいてるんですけど、すごくいい香りはしますありがとうございます。で他にもまだありまして、じゃん、こっちはもうすでに来ちゃったんですけど、僕のビジュアルマネージャーの方からプレゼントいただきました。お洋服です。さすがビジュマネさん、ぴったり僕に似合うお洋服を買ってくださいました。でこれもうわー2着くれたんですよ。嬉しい。しかもちゃんとブランドもの。マジで嬉しいですね。かっこええやんけ。ありがとうございます。いやー嬉しい。お洋服も2着いただきました。そしてもう一つこんなプレゼントまでいただいちゃいました。これはですね、アパレルチームの方々からいただきました。いや本当にたくさんお手紙までいただいちゃってありがとうございます。これはですね、お家でこれから使おうと思えたものですね。じゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん、コードもあるタイプ C ですね。これはなんとドリンクホルダーなんですけど、何を入れても温度調節ができるそうなんですよ。だからペットボトルでもいいし、グラスでもいいそうなんですよね。入れてアプリで温度を設定するとその温度になるっていう。これはぜひ僕の仕事部屋で使おうと思います。ありがとうございます。そしてですね、事務所の社長と副社長であるお二方からはなんとグッチのプレゼントをいただきまして、もうすでに実は開けてあるんですけど、なんとブレスレットとリングをいただきまして、リングはじゃあこれ見えるかな、グッチのロゴがあるリングで、中指にぴったりですね。いやー嬉しい。そしてもう一つがこのグッチのブレスレット、こういう太めのやつ欲しかった。マジで嬉しいです。ありがとうございます。サイズマジでぴったりでした、つけたら。僕実はグッチのこういうネックレスもファンの方からいただいたので、今グッチだらけになってるそしてですね、誕生日前日である昨日、はい、いいことチャレンジ、そうです、日産スタジアムで行われたハーフマラソン完走しました。感想書、あちなみに名前はですね5文字までしか入らなくて、イーミンヒョで終わっちゃいました。クまでは入らなくて記録2時間28分17秒でした。僕は練習はね、最長でも7キロまでしか走ったことなかったんですけど、それでいきなりもう21キロ挑戦っていうなかなかねチャレンジなことをしたんですが、なんとか完走できましたね。その代わり膝というものを失いかけております。今はだいぶマシになりましたが、昨日のこのマラソン終わってお家帰ってきてからが本当にやばくて、一回ソファーに座ったらもう立ち上がれなかったです。でお風呂を浸かろうと思って湯船使ったんですね。で湯船使ってて途中で記憶なくて、パッて目が覚めたらもうここまで僕使っちゃってて、危ねえってなって危うくそのまま行ってしまうとこだった。でたくさんのねファンの方々も応援してくださって本当にありがとうございました。ひょくって名前のものを持ってきてくれたりと、本当にありがとうございましたマジで応援なかったら完走できなかった。あと一人だったら絶対完走できなかった。本当にいろんな要素が噛み合ったおかげでした。これ
マジ応援の力って本当に大事なんだなってのも改めて実感しましたね。これマラソンに限らず、僕の YouTube 活動もだし、美容のねお仕事もそうだし、アーティスト活動もそうですし、本当に応援の力って大事なんだなってのを改めて実感しましたね。最初の10キロぐらいは正直普通だったんですよ。12、13キロぐらいから右膝が痛くなってきて、で少しなってきて、もう笑顔が消えてきてで一緒に走ってくれた僕の編集マンのヒューガーもね、途中でちょっともう歩きそうになってたりもしていて、もうそれを背中を押して頑張れヒューガー、俺らならやれるって言って無理やりねモチベーションを上げさせて、なんとか2人で一度も歩くことはなく完走しました。それだけはちょっと僕はね貫き通したかったんですよね。絶対歩かねえってもう声に出して走りながらやっていたので、日産スタジアムを一回外出てぐるっと回ってまた帰ってくるんですね。でそれを13周するんですよ。しかも帰ってくるときね、地味にね坂があるの。これがまあしんどくていやーやばかったですね。でもうたくさんファンの方が僕一周するたびに横でね、頑張れヒョックさんって応援してくれて、そのおかげで走れた。本当にスマイルのみんなありがとうございました。マジで応援なかったら走れなかった。マネージャーたちも本当にありがとうございました。2時間半絶対みんな寒かったと思うのに本当にありがとう。そして YouTube をやめる前までやりたい10のことのうちの1つだったので、これをやってみて僕が思ったことは、達成感まず半端ないのと、あと今後何か辛いことあったらこれを思い出したら乗り越えられそうだなっていうのですね。正直18キロぐらいからは本当にお腹も空いてるし、あと手先足先がもう痺れてたんですね。痺れを感じながらもずっと腕振って走ってて、最後の2キロは本当に根性だけで走りました。いや本当に大変だった。でも走り切った時にお花もねいただいたりとか、あお花これあれだ、マラソンでいただいたお花だ。最近お花いただくことが結構多いのでちょっと勘違いしちゃいました、すいませんマラソン大会見に来てくださったファンの方々からですねプレゼントいただきまして、いくつかはもう開けちゃったんですけど、なんか疲れてるだろうかっつって湯船浸かる系なものもたくさんくださったり、これちゃんと入れて湯船浸かりました。そしてこれだ、じゃーん、スタバのなんだっけ R、 あの R ステンレスのタンブラーをいただきました。これから使おうと思います。嬉しい。結構しかも大きいからいいですね。ヒョクバックスっていうのがあるんですよ。ヒョクバーがあるんですけど、お家でねほうじ茶ティーラテいつでも飲めるように、わざわざ僕こうやって自分でスタバでこういうバニラシロップとほうじ茶ティーラテ作れるやつ買ってきて、あとミルクはお家にあるエスプレッソマシンでスチーマーかけてあったかくして、お家で本当にほうじ茶ティーラテオールミルクが作れますそしてこれもいただきました、ファンの方から。じゃーん、じゃじゃん、じゃじゃーん、じゃじゃん、じゃじゃーん、グッチのメガネ。もうグッチ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 、僕そんなにグッチのイメージ強いかな、まあ好きですけどね。あすごい、ここにもロゴがかっこいい。どうですか、ちょっと今すっぴんメガネであれなんですけど、おーいいね、おー嬉しいという感じで、無事にマラソンも完走したんで、これはちょっと額縁に入れてね、またお家に一つ飾るものが増えましたね。もうすぐ実はミュージックビデオの撮影だったりとか結構いろんなことがあるんですけど、本当に喉をやられちゃったのがちょっと、あと風邪ひいちゃってしまったのが悔しいですね。本当に気をつけてたんですよ。11月12月あと1月の頭まで実は楽曲関連のお仕事っていうか水面下での下準備がいろいろあって、本当に風邪ひかないようにすごい気をつけてたんですね。そしたらマラソン当日のあれで多分ね一気に体やられちゃったね。汗ひいてめっちゃ寒かったんですよね、走ってる途中なのに。なぜかそれで多分風邪ひいたのかなとは思ってるんですよね。という感じで、なるべく早くね風邪を治して皆さんに元気な姿で別の動画でお会いできたらなと思っております。ということで以上、誕生日に絶賛膝が壊れ喉が壊れ鼻も壊れたヒョクでございました。誕生日祝ってくださった皆さん本当にありがとうございました。今年も1年よろしくお願いいたします。全力で駆け抜けますので、ぜひとも僕についてきてくれたら嬉しく思います。そしてもう一つのヒョクミュージカルのブログチャンネルの方も、こちらの方にチャンネルの方のあれもきっと編集で載せてくれてると思います。そして、インスタグラムと X もね、あと TikTok も2つチャンネルあるんで、ぜひともフォローのほどよろしくお願いいたします。
一目でした。バイバイ。